動画を皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トークでございます。今回は第85回優秀牝馬オークスの展望をお届けしたいと思います。出演者の紹介です。研究ニュースの藤田博樹トラックマンです。はい、よろしくお願いします。はい、進行は私、競馬ブック山下です。よろしくお願いします。はい、というわけで、藤田トラックマンですね。うん、なんですけれども、まあ、厩舎再販ということで、筆頭、はい、と言っていいですかね、一番のすごい厩舎というと木村厩舎。そうですね、こんなすごい厩舎になると思わないです。まあ昨年まではね、イクイノックスという、はい、まあ、史上も最強レベルと言ってもいいぐらいの馬がいたわけですけれども、ね、今回もですね、オークスに有力馬がおりまして、はいはい、まあ、そのあたりお話をね、後で詳しくお伺いればというふうに思っております。お願いします。はい。先週の振り返りですけども、先週はですね、ビクトリアマイルを展望いたしました。競馬ブック、林トラックマンはナミュール本命。高橋豪トラックマンはモリアーナ本命でしたけれども、結果はと言いますと、ナミュールは8着、モリアーナは7着でございました。勝ったのはね、テンハッピーローズということで、津村ジョッキーのね、涙と笑顔が印象的でしたけれども、単勝率200倍をね、超える大波乱だったんですけれども、オークスはどうなりますかということで、そのオークスの展望に入っていきたいと思います。いつものようにですね、競馬ブック当日版右上にございます単票、まあ、カットとも言ってるんですけども、レース単票と言ってますけれども、実力接近という単票が入っております。そしてコース紹介、東京の芝 2400m のポイントを申し上げますと、今画面にも出てるかと思いますが、ペースの速くなるところで1コーナーのカーブになり展開は微妙と、追い込み方がやや有利という感じなんですけれども、まあ、オークスに、ね、限りますと特に偏った曲質っていうのはちょっとないかなという印象がありますかね、まあ、逃げ切りがちょっと至難かなという印象はありますけれども、一方でじゃあ先行馬の粘り込みがないかっていうと、そんなこともないかなという印象もありますかね。というわけでオークスのお話なんですが、早速藤田トラックマンの予想の方を発表していきたいと思います。はい、本命が12番のチェルミニア、対抗が7番のステレンボッシュ、3番手が15番のサフィラ、4番手が2番のクイーンズウォーク、以下ですね、13番のスイープフィート、3番のエセルフリーダ、最後に10番のアドマイベルト、こういう印象をいただいておりますが、チェルミニア、まさに木村厩舎なんですけれども、そうなんです、こちらの話をお伺いできる、思い入れが強すぎてね、はい、ちょっとね、それだけかいって言われちゃうんです。いやまあ前回の桜花賞ね、はい、13着でした。どう捉えるかなんですけど、うん、本命にしといて言うのもなんなんですけど、はい、ずっと本命なんですけど、はいはいはい、今振り返ってみるとね、うん、フィジカル面メンタル面含めて、うん、あまりにもちょっとねベースが低すぎたというか、なるほど、それでもまあ厩舎スタッフ含め先生もね、少し慢心もあったと思うんですよ。もともとねものすごいもうポテンシャルが高いと言われてて、うん、この世代では実績的にはね、うん、レガレイラの方がこう出世してますけども、うん、チェルビニアの方が評価が高いぐらいなんですよね。うんうん、なるほど。そう、それゆえにね、はいはいはい、そういうまあ正直50点ぐらいの出来だったとは思うんですけど、それでも能力でなんとかしてくれると、うん、と思ってたんですよね。それが結果ね、うんうん、まあもう本当見せ場もなくということだったんですけど、うんうん、ちょっとね残念でした。はい、うん、まあ、振りもありましたけれども、はい、ですね。まあそこからの立て直しを注視してたんですけど、うん、前回はまあ立冬滞在で、そうでしたね、はい、この馬自身には合ってないと思います、なるほど立冬滞在が、うんうん、ちょっとメンタル面でもねちょっと後ろ向きな部分見せてましたし、うん、買い場食いもねもう一つだったんですよね、はい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 、そこら辺がこう調整部分でやっぱり手ぬるい感じになってしまったところなんですけど、うん、今回はね慣れた見本に戻ってきて、はい、買い場食いも良くてね、うん、非常にそこ中身の濃い調整、はいはいはい、もうほんともう後がないぐらいな感じでやってるんですよね。見栄えこそねちょっと毛艶とか冴えなくて、はいはいはい、一息なんですけど動きの質とか、うんまあ、息の入り、もう相変わらずこうフットワークなんかはね、はい、もう弾むような感じで、うん、去年のアルテミスステークスと遜色ないぐらいの出来にはなってきたかなと、はいはいはい、万全ではないにしてもまあ85点ぐらい、うん、にはなったかなと。なるほどなるほど。でこの馬のポテンシャルを持ってすれば85点ぐらいまでの出来に戻れば十分巻き返せるかなと思ってますし、うん、この馬の調教に乗ってる太田さんっていうのが、はい、助手、はい、まあ、イクイノックスとかいろんな馬乗ってるんですけど、はいはいはい、こんなに素晴らしいフットワークする馬はなかなかいないって。なるほど、うん、もうデビュー前からもうそれもこうもね僕も刷り込まれてるんで、はいはい、なんとしてもね太田さん自身も、うんうん、ここで巻き返したいっていう気持ちが強くて、うん、なんとかね本当僕自身も、うん、もう本当祈るような思いですけど、願望も込めて、うん、はい、本命にしました、はいはい、まあね、それほど先ほど話で言いましたけど、アルテミスステークスを勝ったあたりではこれが牝馬の一番かななんていうような印象もありましたもんね。その時点ではもうね世代ナンバーワンぐらいな感じで話は出てましたし、ね、うん、はいはい、チェルビニアとレガレイラっていうのはね、うん、凱旋門もっていう話も2歳の時点では出てたんですよね。なるほどなるほど、うん、まあ、それぐらいの取材と、はい、ね、感じなんで、
お母さんのチェックインの点がね多くて2着で、そうですね、この馬もねすごい綺麗な馬でいいフットワークする馬で、そのあたりもついでるのかなという気もしますけれども、はい、というわけでチェルビーニャのお話でございました、うん、そして先ほどもお話にありました桜花賞のね勝ち馬がステレンボシ、これが対抗ですね、はい、うん、まあ、桜花賞馬ですしね、はい、これまでの戦績見ても、うん、2着に負けた時でももう本当わずかな差ですから、はい、崩れることは考えにくいし、うん、まあ、総合力が高いかなっていう感じですよね、はい、国枝厩舎もね、うん、こういった牝馬のもう仕上げはお手の物ですから、はいはい、対抗より下には落とせないかなという感じですかね、うん、ね、陣営というか、まあ、国枝先生も一周前からもうかなり強気というか、そうですね、順当に勝つんじゃないのみたいなトーンで喋ってますんで、ね、うん、アーモンドアイとかまでね、うん、名前が出てくるぐらいね、ちょっとリップサービスもあると思いますけど、まあ、確かに名品と遜色ないというか、うん、まあ、2冠を達成しても何ら不思議がない馬だという話がね、うん、出てるぐらいで、実際確かに桜花賞の内容を見るとそうかなという気がいたします。アルテミスステークスの2着馬ですね、サフィラが3番手でございます、うん、この馬は結局振り返ってみると、うん、新馬戦を取りこぼしたことが尾を引いてしまいましたね、馬体の維持に四苦八苦して、はい、その中でこう賞金加算なりしなくちゃいけない中で、昨週あたりのこう無理に、うん、無理にじゃないんですけど、その成長を促したいところでレースを使ってたツケが年明けのクイーンとかでも出てしまったのかなと思うんですけど、そこできっぱりね桜花賞を諦めてた、はい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 、うん、そこがもう僕的にはもう よしって感じでしたね、うんうんうん、で中間の話でも馬体は戻ってるみたいですし、はい、そうですね、また東京に持ってきた時にね、どのぐらいこう体が減ってしまうのかっていう不安はあるんですけど、関西では相当クラシック候補だって呼び声高かったですから、馬体維持したままこっちに登場してきて、落ち着いた状態でレース迎えられれば血統的にも ね、うん、そうですね、もうこのサロミナのね子供ですからね、ちょっとやや奥手ではあるんですけど、僕はこの臨戦過程をすごくいいなと思いましたしね、はいはい、一発あるならこの馬かなと、はいはい、思います、まあ、まさにねコメントの中でも前走ね体が減ったので今回はね1日早く競馬場に連れてったという話で、うん、まさに今日かな金曜日に撮ってますけども、ね、今日東京競馬場にもう輸送してるということなんで、うん、この辺りまあ対策して、まあ、ぜひね当日ちょっと気配を見ていただきたいなという気がいたします。 そして次がサフィラがですね残念ながらの競馬だったクイーンカップで勝ったクイーンズウォークが 4番手、はい、去年の段階で、はい、川田君とまあ、ちょくちょくお話しするんですけど、はい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 、オークスでこの馬ですよと、ほう、うん、はいはい、もうデビュー前ぐらいからそんな話を聞いてましたね、うん、なるほど、思惑通りにクイーンカップも勝ったんですけど、はい、明らかにこうオークスを見据えたような競馬でしたしね、うんうんうん、オークスのペースで走らせた結果あのポジションになったっていう感じなんですけど、はいはいはい、まあ、それで賞金も加算したことで、はい、まあ、順調にオークス桜花賞は使ったんですけど、うん、戦前からねやっぱりオークス向きという話もあったように ね、はい、前回の着順は8着でしたけど、うん、まあ、それほど悲観することはないかなと思ってますし、元よりここだというふうに川田君から聞いてるんで、十分このまま巻き返せるかなと思います。あと で私もちょっとこのまま喋るんですけど、うん、調教が非常に良かったかなという気がしますね。今週の、まあ、販路でね軽くだったんですけど、うん、本当に我慢が効いていいフットワークでまっすぐ駆け上がってきてたんで、うん、非常にこう東京仕上げてきたなという印象がありますかね、うん、ちなみに桜花賞の時はシュートで最終追いだったんで、このあたりもやっぱり変えてきたのかなという気がします。 そして次がですね13番のスイープフィート、これが桜花賞4着馬ということになります。そうですね、ゲートとか折り合い面にまだちょっとね、はい、難しいところがあるんで、うん、まあ、競馬の形は限られてしまうかもしれないですけど、ね、決め手はね、うん、本当ここに入っても遜色ないものありますし、桜花賞もねもう少しスムーズだったらそんな感じでしたね、うん、より差のない競馬できたのかなっていう感じでしたけど、はい、あの決め手をこう東京イメージできますし、うんうん、あとは本当にねいかにこうロスなく運べるかっていうことが鍵なんですよね、はいはいはい、ただどうしても競馬をこう作れるタイプではないんで、はい、まあ、白三角までとさせてもらいました、ね、うんうんうん、なるほど。そして今度は、まあ、これまでの、ね、路線とは全然違うところからの3番エセルフリーダということになります、うん、ミモザ賞ね、うんうん、もちろん自己条件というかメンバーなんですけど、うんうん、あまりにも鮮やかだったもんね。そうですね、はい、うん、強かったです、うん、未勝利勝った時の東京の内容もね、はいはい、本当に余力十分だったんで、はい、奥のある馬かなと思いますし、うん、血統的にも北サンブラックで、はい、ボケハービンジャーですし面白そうかなと思って、うん、人気よりかは走ってくれるんじゃないかなと思って、はい、白つけました。まあ、まさに穴候補という感じがしますかね、はいはい、そして最後にフローラステークスを買ったアドマイアベルト、たけし君も距離伸びてどうなのかなっていうふうに、まあ、思ってたらしいんですけど、フローラステークスのレース後にはね、うん、これなら大丈夫だっていう感じで言ってましたし、上手に
競馬してましたんで、あとはね大花賞組やりそこら辺とのこう力関係かなと思いますけどね、はいはいはい、フローラステークスの勝ちっぷりからやれてもいいんじゃないかなと思いまして、うんうん、はい、最後に白を打ちました。はい、まあ、もともとねちょっと感情を出すジョッキーではありますけれどももうちょっとフローラステークスの喜び方が結構インパクトがあったもんですからこれは手応えがあったのかなという気がすごくしましたけどね、うんうん、気持ちよかった、気持ちよかった、多分そんな感じでしたよね本当に、うん、はい、というお話でございました。注目の馬券の買い方は CM の後で。試してほしい11のプレミアム、コースごとの戦歴が見られるコースデータ、データを読み解くことで新しい発見があるかも。知りたいがすぐわかる競馬ブックスマートプレミアム。はい、というわけで CM 開けました。藤田トロコン、馬券の方はどう買いましょうか。もう3勝で、3勝で、うん、もう 2,3 着こうね目そらしたくないんで、うん、シェルビニアだけをこう、なるほどね、突き抜けてくれるだろうと、はい、というところでどうですかね単勝オッズ的にはね、おそらくステレンボッシュが一番人気だと思うんですけれど、5倍ぐらいですかね。そうですね、シェルビニアが5倍、2番人気3番人気っていう、うん、2番人気かな、ね、印見るとやっぱりみんなまだ結構ね重い印ついてますからね。そうですね、やっぱり藤田さんがおっしゃる通り2歳児のねやっぱインパクトというか、はい、素質を買ってる人はかなりいるのかなという気がいたしますけれど、うん、というわけで藤田太郎くんもう気持ちよくというか、はい、男気あふれる単勝ということで、はい、12番チェルビニアから単勝1本で推奨いただきました。うん、万円買います、うん、万円買います、はい、というマジトラックマンのお話でございました。で、私もちょっと簡単に、はい、予想だけ言います。本命は7番のステレンボッシュ、対抗が2番のクイーンズウォーク、3番手が17番のタガノエルピータ、4番手が5番のコガネの空以下ですね、1番のミアネーロ、10番のライトバック、3番のエセルフリーダー、10番のアドマイアベルという印をちょっと出していただきました。ステレンボッシュに関してはもう何も言う必要がないのかなという気も出します。週中というか1週前ぐらいまではもう負けないんじゃないかなぐらい実は思ってたんですけれども、はい、実はそうでもないかなという気がそれこそそのチェルビーニャも、まあ、私ちょっとチェルビーニャ無視しちゃったんですけど、はい、意外といろんなレースを精査していくとですね、うんうん、あ、逆でもこれはあるなというふうに思いまして、で、まあくまでも軸として、うんうん、ステレンボッシュかなという気がすごくしてます。で、まあその逆転の筆頭が先ほど言いましたクイーンズウォークかなと思います。うん、あの内枠がね、入ってしまったことがちょっと懸念材料だっていうファンの方も結構いるみたいなんですけども、もう私はそこまで思わないですね。まあその桜花賞の範囲が内枠で揉まれたことだっていうところはあるのかもしれないですけど、まあ今度は東京になりますし、川田ジョッキーですからね、はい、まあどこかで外に出して、ぐいっと伸びてくるっていうシーンはもう十分あるのかな、大丈夫です、うん、と私は思います。川田君なら大丈夫です、はいはい、で3番手が高野 LP だ、まあ、忘れなげ賞が強かったというあたりで、うん、そして最後にちょっと触れておきたいのは小金の空なんですけれども、うん、この3連勝はかなり私は強かったと思ってます、うん、この決闘はねオークス勝ったユーバーレーベンと一緒なんですよね、というところもありますし、まあ、ビッグレッドファームでもありますし、ね、そういう意味では血統的に押せるのはこの馬かなと思いますし、まあ、内枠に入ってね今日に立ち回れば穴馬としていいんじゃないかなというふうに思います。で、馬券の買い方としてはですね、先ほども言いましたようにステレンボッシュを軸として、まあ、馬連3連服、ちょっと馬連はねガミるところ出てくると思いますんで、ちょっと強弱つけて買いたいなと思いますし、3連服は逆にちょっと平でね、穴馬を台頭してくることを期待しての同じ金額で買いたいかなというふうに思っております。はい、というわけでオークスの展望をしてきました、はい、でオークスが終わりますとですね、いよいよ来週は競馬の祭典日本ダービー東京優駿ということになるんですけれども、ね、無敗の皐月賞馬ジャスティン・ミラーの筆頭に逆転も狙うもいるんですが、うん、ここに木村厩舎の先ほども話出てきたレガレイラが出走を予定しているんですけれども、ね、ちょっと藤田さんに1週前の感触を聞いてみたいと思いますが、いかがでしょう。皐月賞はですね、はい、今週の先生との話で言うと、はい、ちょっとね調整の難しい面があって、うん、1週前の時点である程度仕上がっちゃったんですよね馬が。はいはいはい、うん、ピークをレースに持っていけずに、うん、レースの時はちょっともうね加工気味で、うん、馬自身もこう入れ込んじゃいまして、なるほどなるほど、週中聞いた時はね460ぐらい、うん、もうちょっとあったんですけど、体も結局それほどプラスで出れなくて、うん、まあもともとねまたゲートとかはそれほど速くない馬なんで、はいはいはい、あの日のこう高速馬場っていうのも、うんうん、あの馬にとってはちょっと厳しかったかなと思いますね、うん、その点踏まえてこの中間やってますし、はい、1週前のね今週ルメールジョッキー乗って、はいはいはい、我慢我慢して我慢してすごくいい追い切りできたんで、うんうん、もう来週は整える程度でいい仕上がりで挑めると思いますし、東京はIBステークスで負けてはいるんですけど、うん、あの時はね
ルメール騎手が足測ったような感じで、なるほどなるほど、どのぐらい東京の瞬発力勝負で足が使えるかなっていう感じのレースをして、うん、ダノンエースロックに負けてしまったんですけど、はい、今回はねきっちりそこら辺ももう分かってると思うんで勝ちに行くと思いますよ、うんうん、まあ、ただゲートはね相変わらず多分そんな速くないとは思います、うん、そのあたりがこうね今の東京のちょっと高速ババアでどうなのかっつうのはこのあと1週間ぐらい検討していきたいですね、うん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 、はい、まあ、まさにねオープスルステークスを勝って皐月賞を叩いてダービー勝ったっていうとね、うん、レリオロがいますんで、そうですね、そういうケースが頻繁であるのかなという気もいたしております、うんうん、はい、というわけでね、デカリアも注目していただければと思います、はい、注目してください、はい、というわけで春競馬最大の盛り上がりを見せるここ2週もですね、競馬ブック研究ニュース勝ち馬、そして競馬ブックウェブ競馬ブックスマートをご利用いただき大いに楽しんでいただければというふうに思います。はい、本日の動画は以上です。どうもご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。